ボーリングブローク飛行する、ボーリングブロークマーク、砲9030号機ボーリングブロークは、カナダのフェアチャイルドエアクラフト社が製造し、カナダ空軍で運用された軽爆撃機。本機は、イギリス空軍で運用された、ブレニム軽爆撃機のフェアチャイルド社によるライセンス生産型である。名称のボーリングブロークは、イングランド東部、リンカンシャー内の地名に由来する。1935年、イギリス航空省は、アンソンの後継となる、沿岸偵察機兼軽爆撃機案を、使用 G24、35として、各メーカーに募集した。ブリストルは高速旅客機として開発中で、この年に初飛行したタイプ142を元に開発したタイプ 142M、ブレニムマーク I を改良したタイプ149を提案した。タイプ149はエンジンが自社製のアクイラエンジンへと換装され、より航続距離が伸びていたが、航空省はこの提案を受け入れなかった。その代わりに、マーキュリーマーク8エンジンを搭載しているブレニムマーク I をタイプ149ブレニムマーク3として改造し、通常の偵察任務に用いた。マーク3は機首が機銃手のために延長され、操縦席より前左側の機首が操縦士の視界確保のためにくぼんだ設計となっている。この頃、カナダ空軍も新しい海上哨戒機を欲していた。ブレニムの長い航続距離は、このカナダ空軍の要求に見合ったものであった。ケベック州にあるアメリカのフェアチャイルド社系列であるフェアチャイルド航空機社は、ブリストル社とブレニムのライセンス契約を締結し、ブレニムマーク4に、もともと使用される予定であったボーリングブロークの名を使用して、ブレニムマーク4のライセンス生産を開始した。これは、軍では、ボリーという愛称で呼ばれた。初期型は、ボーリングブロークマーク I として、ブレニムマーク4と全く同じ設計であった。18機マーク I を製造したフェアチャイルド社は、カナダやアメリカの機器を使用し、エンジンをマーキュリーマーク XV へ換装した、ボーリングブロークマーク4へと生産ラインを切り替えた。マーク4波防氷ブーツを装備し、救命艇も機内に搭載していた。合計626機のボーリングブロークが生産されたが、このうち最も生産された型は457機が生産されたマーク I ボットである。ありがとうございます。